さあ、まず上、そういうことか。ちょっと思い出した。二手に分かれるやつだ。で、後からちゃんと来るんだっけ？先に行ってください、みたいな。なんでこの手前こんなスカスカにしといたの？敵も。よし、三人は俺と一緒に突入。残り三人はここで敵を食い止めてもらう。いけるんか。お兄ちゃん、行こう。これ、行けばいいのか。ここで選べるってことかな。よし、行くぞ、アイリス。シンプルに好きなやつ連れて行こうかな。うん、アイリス、お兄ちゃんがいれば何も怖くないよ。少尉、この大舞台にこの私を置いていくなんて、おっしゃらないですわね。スミレは行きまーす。一番好きなので。もちろんだよ。当たり前ですわ。神崎すみれ、一世一代の舞台をお見せしますわ。あとは桜かな。隊長、この戦い値も連れて行ってもらうぜ。時間切れでもいいみたい。下は下がりすぎるんかな。迷ってる場合じゃないだろう。隊長がなんて言うか、待って。ちゃんと断らんなんのか。はい。帰ってきました。で、桜のところから始めたかと思ったんですけど、なんか断っても好感度上がったので、せっかくやから押さえとこうかな。で、残ってくれ。これでもわかるんですよ。いや、カンナ残ってくれ。後ろからどんなに手が来ても、君ならば止めることができる。カンナなら、ここを守るはずだ。頼む、カンナ。なんか物は言いようやな。わかった。後ろで仲間を守るのも大事な戦いだもんな。隊長命、あたいが預かったよ。だから心置きなく戦ってきなよ。隊長、最後の戦いには私も同行させていただきます。いらんのよ。マリアどうだろう。ちょっとこのメンツでは、カンナがゲメかな。自転コーラン次マリアぐらい。マリア、君はここに残ってくれ。副隊長として、ここでの戦いを指揮してほしい。ああ、なるほど。これは理にかなっとる。わかりました。私はここに残ります。副総やけどな。だけど、隊長、必ず無事に。あ、ちゃんと、コーラも見れる。大神は、いよいよ最後の戦いやな。うちも気合十分やぜ。いらんのよ。コーラ、君はここに残って、後ろからの敵を食い止めてくれ。君にしかできないことなんだ。物はいいよやな、本当に。分かったで、大神藩。うちの戦いは、大勢が相手の方が本領発揮できるもんだ。まあ、最大5人まで当てれるしね。うちはここに残って、大神藩の後ろを守りますわ。あとはうちに任しとき。よし、突撃する3人は、俺の後ろに手つけ。あ、桜は効かないんだ。他のここで敵を食い止めてくれ。なるほど。で、やっぱりあの順番の通りだよね。フルボイス。死にたいものは前に出てきなさい。おお、でコーラか。ああ。一暴れさせてもらいましょうか。で入っていくと。で、ああなんか結構広いマップの記憶あるな、ここ。なんだここは。日本橋の近いにこんな地下空洞があったなんて。なんて悪趣味な場所なんですの。何あれ？いやん、気持ち悪い。お兄ちゃん、見て、奥に扉があるよ。ただ敵は、めっちゃ遠いな。あの中に天界がいるのか。しかし、何か邪悪な力で封印されているようだ。どうやったら開くんだろう。お兄ちゃん、あの変なの全部壊しちゃうよ。変なの。ああ。これ手前の門叩いたら壊れるんだっけ？一番奥に一個。ここにもう一つ。三つか？ここにもう一個あるよ。変なものはどんどん壊しちゃおうよ、お兄ちゃん。敵も湧いてこんだっけ、ここから。ずいぶん頑丈そうだが、ドアの部分が弱点のようだ。みんな建物のドアを狙うぞ。よう、初見でそんな分かったね。で？あ、すぐ上からガシャン行けるんだ。絶対時間かかるよ。広すぎる。過去一広いな。
まあまたあれですね、何か喋り出したら止める感じです。よし、ラストゲットしました。3つ目、みんなよくやった。脇侍の発生もこれでひとまず食い止められたろう。名前合ってっかな。脇侍。お、クリア？なんだ？結界が、なになになに？お、消えてく。クリアっぽい。で、そこが外れて、もう一戦あった気がするな。よし、乗り込むぞ。お、続くんだ。いや、ラストっぽい。ラストだ。天下おる。よくぞここまで。おお、あれ、もう一三、二部の話かな。なんかだいぶ力なさそうやけど大丈夫。クロノスカイ狩猟展開。帝都の、いや、この地上のすべての前代のものになり変わり、貴様の命、ここでもらい受ける。強かったっけ、おい。もう猿やん。お猿さんやん、もう。はあ、早いって？100年後ならいいんかな、じゃあ。天界みたいに悪魔になって。だいぶバチバチ来とるけど。来た！ゴリラっぽいの来たな。一応猿ベースなんかな。ここ、なんか負けイベントとかは、じゃなかった。なんかそんな記憶もあるな。むちゃくちゃ強い。いや、そうでもない。いけそうな範囲やな。行きますわよ。この辺から。だいぶ声遅れとったな。届くっしょ。はい。なるべく散らばって、固まったらなんか嫌なことが起きる可能性高いので、はい。でアイリスは殴るしかできない。まあアイリスのおかげで多少無茶でもうしてもいいって話か。てかさっきの戦闘クリティカルですね。さっきの戦闘のが強っ。どっから行こう。じゃあこっからローコ滅却しようか。合体アリスとできればなぁ。ないもんな。そう、ないんすよ。誰か一人突出してるわけじゃなさそう。全員フラットやね。ちょ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 。ここで怪盗らもう一回。え、さすがにちょっと弱すぎるやろ。弱がすぎるわ。倒せそうや。いやー、そのパターン。あ、でも、ミロクの方が回復したけど、あいつ200ずつ回復しとったよね。おー、なんか、かっこいいの。そうでもないな。見た目の割に。で、挟み込んでいく。100はちょっと、あー、必殺溜まったな。範囲っぽい感じもするなぁ。こうやって散らばさしても意味ないような気がする。アイリスが攻撃タイプのやつならいけとったか。あ、いけそう。大神さんでいけそう。ただちょっと弱すぎるってやっぱり。さすがにもう一戦あるやろ。いた。クリアじゃな。弱すぎん。嘘やろ。ちょっとかませがすぎるやろ。終わった。いいの？いいんすか？いや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 、やっぱり俺じゃないっすか。戦いはこれから。弱すぎたもん、やっぱり。なんですって？ここで全員揃うパターンかな？でかい？魔界を滑る大
なる者たち。二部のボスはクソでかかった記憶あるけど、天界はどうやったっけ。大地終わり、天空を引き裂く力を我に与えたまえ。どっからそのパワーくんの。魔界から。ああ、あの紋章同じやつ。じゃあちょっと立ったわ。二足歩行になった。強いんやっけ。あ、でも見た目し、なんか変わるんかな。はぁ、爆発でどっか行ったの。復活しとるね、とりあえず。やば、雑魚も湧く。しかもこれ2回行動するやつやん。さっきのマップのこの色のやつ2回行動してきたんすよね。ああ。仲間はものすごい勇気だ。まずい、今の戦力では。みんな、負けイベとかはなかったよな。めちゃくちゃ獣やん。来た、後ろのやつらだ。うちらを忘れてへんか。どういう証言まで来たんかな。みんな無事だったのか。今のうちらでみんな回復しや。言うほど食らってないよ。気力も回復したってことか。うるさいな、もう。早いわって。千年後はちょっと長いか。よし、じゃあ、巻き込みながら行く。てか、誰がマジで誰も使えんのかな、やっぱり。合体使えんのはちょっときついかもな。まあ、でも、一部やし。いやー、ちょっと硬くなったか。こいつは倒せたか。スミレさんはこの辺かな。ここ届いとる。後ろの、あ、いいね。ただ倒せる保証はない。硬い、いや硬い、嫌な硬さしとる。ただうまく巻き込んでいけば。いやー、ちょっと2回行動できるやつマジ厄介やな。困るわ。よし、雑魚も倒しつつ、これを直で当てるしかないよ。うん、ただ硬いね。まだ半分もいってないし。さあ、どっちだ。 A パターン。遅れてった方が強いとかあるんかな。いや、逆に失敗してそうだから弱い。いいね、半分近くまで来た。あー、ザコ倒しとくべきかな。ザコマリアに任せるか。カンナは強いからね。クリリンさんお願いします。スーパーリンパよ。この歯はやっぱり ルフィじゃなくてもクリリンのやつだよね。いいね、3分の1削った。スネグーラシカはあれやったよね、あの着弾点から分、あ、必殺クリティカルです。さすがに倒せる。大神さん後ろに行っとくか。ここでカバーも解禁していいとは書いてあったけど、どうすかな。上位3人に入れてしまえばもう選べるって話なので。お、これは来るか。二回行動やよね。さっきめちゃくちゃめんどくさかったもん。で、
あれ？どういう？劣化しとる。で、普通の殴りか。これクリティカルか。クリティカルっぽいぞ。半分ぐらいいった。一気に囲んだら倒せんかな。大神さんだけ使ってない？お、いいね！クリティカル。よし。いや、でもちょっときついか。スミレやね、これ。一歩下がって、大神のスペースを作る。まずいか。お、喋る。そのような余ったる。余ったる。ダメ？これ欧米かなんかな。平和が一番よ。アイリス、スビレ回復するか、殴るか。仕留めきれんかな。このぐらいワンチャンありそうやけど。しくったら、あ、だから、スミレにカバーを使っとけばいいのか、普通に。で、普通に殴って。いやー、ギリギリ足らなさそう。カンナクリティカル出んかなー。あー、減らん。ちょっと怖いから下げていく。で、カンナ。頼む。チェスト。ダメだ。いや、ワンチャン、滅却したらいけるか。スネグーあります、スネグー。いけるな。あとローコン滅却したら届きそう。これちょうどいい難易度がまたね、いいのよ、このゲーム。あー、惜しい。普通に殴ってももう勝てそう。おかみさん、かばう必要もない。終わりよ。綺麗に決まったね。これも計算して作ってあったんかな。誰しもがこうやってボコるよね。終わったよな。さすがに終わりやろ。ぐぐ、無駄だ。我々何度でも、何度でも蘇るぞ。くそ、もう復活させてなるか。やつを。天界をこの世から消し去るんだ。桜の力。これは大神さんの力？何その元気玉。翔尉さんって初めて言われてない？これ。全員、全員元気玉使える。綺麗やな。ちょっとなんか目に悪そうやけど。桜だけなんか。熱量違うな。元気玉やんけ、普通に。くらえ、天界。これが正義の力だ。これ覚えてなかったな。さすがに終わりか？一時間以内に行ったかな。どう？え、お、ビリビリしとる。行きました。あ、行ったっぽい。なんというパチンコとかスロットとかならもう勝ちパターンのやつ。その後ウィーンってなるやつ。もう諦めてよ。またピカピカ光るか。よう喋るな。その程度のやつやったってことよ。終わったっぽい。いや声優さんのこの熱量というか
プロやなって思うな。お、ムービー。しまった、総員退避。大丈夫？間に合う？ゆっくりすぎ。あ、まだ生きとったわ。魅力といい、結局生きとるパターンなんなんこれ。映画とかなら死ぬ瞬間見せやすで復活するよね。さあ、一部が終わりかけてます。それにしても、地下で俺たちを救ったあの光は何だったんだろう。あの輝きは一体、無意識なんあれ。あの元気玉。召喚わかる。彼女たちが定撃に配属になった理由さ、はあ。あれができるかどうかってことか。霊力あるのはその辺にゴロゴロいてるけど、あれができるかどうかって話かね。元気玉。あれが彼女たちの霊能力なんですか。だとすれば。それだけじゃねえ。うん、おめえの力でもあるんだ。ほう。自分の？大神、お前なんで花組の隊長になれたと思う？ほう、首席やったからでしょ？それは自分が後部を動かすことができるからだと。それだけか？自覚してないよ、多分。その他の理由。はあ。職売なの。ああ、これ。どのタイトルでもこれがキーワードというかね。やっぱ、女性キャラがいてって、女キャラって言いそうになった。その中心にいる、その全部をつなぐ係っていうのがあったはず、どのタイトルでも。職売？そうだ。彼女たちの霊能力は、確かに他のものに比べて抜群に秀でている。それをうまくつなぐ役目ってことな。だがいくら優れた霊力でもそれがバラバラに存在しているだけでは意味がない。うん。時として廃藩さえする彼女たちの霊力を据え、一つの大きな力にまとめ上げる力。これを事前の何か試験というか何かで大神さんの能力分かってたってこと？花組はお前の力を触媒として初めてその能力を十分に発揮できるんだ。すごいな。全部この三段でやってたってこと？ドン引き処理や。なんてな、冗談ですか？ちょっとばかり褒めずにか。いや、それだけ仕事しましたよ今回。頑張ってやろう。米田司令、男同士で何ボソボソ話してんだよ。いや、フルボイスは助かるわ。敵の親玉も倒したし、これで明日から芝居の稽古だぜ。しばらく平和ですね。今9月ぐらいかな。お兄ちゃんももぎりに客戻りだね。もぎらしてください。いい嫌な伝票整理ともぎりな。壊れた後部も修理して次に備えに。一応ボロボロなのか。これまで以上に。いやー、2部で出てくる人部っての好きやったな。早く見たい。あ、そういえば、あ、勝利のポーズか。またさくらがメインかな。今回って逃げるのに夢中で、あれやってないんじゃありませんか。やってないな。あー、あれやな。うん。そういえば近い予告とかも一応あったよね。サクッと言ってくれるかな。やろうぜ。マリアは？それじゃみんな揃ってることだし。マリア喋らせてあげて。どんなんやったっけ。ヨネダ長官、おお、みんなおるー。勝利のポーズ決め。うえい、邪魔。ちょっと一枚欲しいんですけど。めちゃくちゃ邪魔。おい、長官邪魔。
いつもここサムネにしとるんやから。まあたまにはな。これ終わらんと、ああ一瞬見えた。いけるか、あ、来た。よし。ギリギリ回収しました。あやめさん何か思うとこあり。まあ、いいじゃねえか。なあ。あやめさんが痛かった話かな。勝利のポーズ。アイリスがいつも見切れてんだよ、この下に。テイトにもようやく平和が戻った。なに初詣、いけいけ、行ってこい。次回桜大戦、平和な日々はデートだよ。大正桜にロマンの嵐ってか。